マスター、お帰りなさい。ん？なんでリオがここにいるの？ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。だからこの部屋に私がいるのは当然です。なんといっても私はアフィフアイアドバイザー、通称アファシステムタイプ X ですから。ごめん、聞き取れなかった。もう一回言って。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。金庫？そういえばチュートリアルはまだしていませんでしたね。しっかりお勉強して私を有効活用してください。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで、何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？いや、わからんことありすぎるけど。なんだろう、何を聞いたらいいのかな。とりあえず進めていこっか。覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全にしましょう。外は弾丸飛び交う戦場ですからね。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、バキューン、バババババってやっつけます。はいはい、えらいえらい。さあ、カスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなにヘナチョコなのですか？まさかプログラムエラー？マスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を、修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコのせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。え、自分のせいですか？マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。頑張ってください、マスター。マスター、メールが来ました。メニューを開いてメールを選択してください。メール開いたよ。すぐに集合。誰から？クレハ。ああ、あの子か。この前の大会はお疲れ。付き合ってくれたお礼に SBC グロッケンを案内してあげるわ。大型アップデートの情報が出ているから、いろいろな場所を回ってみたいの。なるほど、街のチュートリアルって感じかな。まあ行ってみよっか。じゃあリオ、SBC グロッケンってやらに行ってみよう。 SBC グロッケンですか。街の中を歩くのは初めてです。興味があります。早く行きましょう、マスター。遅いじゃない、私を待たすなんていい度胸ね。ほら、さっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。GGO の設定は知ってる？いや、教えて。この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから、武器や防具はお店でも買えるけど、強力なレア武器のほとんどはドロップ品やクエストの報酬よ。攻略情報は攻略サイトでまとめられているけど、最新のネタはやっぱり街で集めないとね。クエストマーカー、クエスト進行に関連する場所はマーカーが表示される。なるほど、マーカーが表示される人物に話しかけたり近づいたりすることでクエストが進行する。メニューのクエストから優先度の高いクエストを設定することでマーカー表示を変更することができる。これ結構大事だね。
ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ、初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。現実？ステータスとか所持金のこと？ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。無駄遣いをしてはいけませんよ。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です。おじさんその2。おじさん？しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ目覚めが悪いってもんだ。はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかいやっちまった。だっておかしいです。ジョーが好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいいやつだ。だが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。おや、やけに具体的だね。おっと、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな、あばよ。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト・ジョーって名前ランキングで見たことがあるわ。 GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしよっか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。GGO には馴染めたかい？俺のホームのアドレスを送るから、暇な時にでも来ないか？クレハやアファシスもぜひ。アスナたちが君たちを呼べってうるさくてさ。できたら早めに来てくれると助かる。いいじゃない。早速行ってみようよ。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん
手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、 GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし、同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。よろしく。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。キリトってそういう年齢なの？こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。実
CGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おいキリト、しょっぱだから扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか。今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるから、レクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんと、すごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前は何て言うの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。みんなリアルでも友達なの？なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ。サブウェポンだけど。はいはい。それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。ほう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 、4人パーティーを組むことができると。 R2 でパーティーを入れ替えたり外したりできるってことは、キリトたちと一緒に冒険ができるってことなのかな。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。え、そうなのか。参ったな、俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリトくん、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。大会やクエストの受注とか何かと使うんだ。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。